はい、大楽の的です。今回の話題、世界遺産登録、日本の佐渡の金山に韓国がまた妨害再燃。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。日本が現在ユネスコの世界遺産登録を進めている新潟県の佐渡の金山であります。佐渡金銀山などという総称で呼ばれることもあると思いますが、これにまた韓国の反日団体バンクが、歴史歪曲は許さない、早いうちに先手を打って阻止する必要があると騒ぎ出しているようです。新潟県は2015年から佐渡の金山の登録申請を試みてきたということでありますけれども、いつもよそに負けて落選してしまったということであります。今回は単独で今ね、これが上がっているということですので、推薦はおそらく通るのではないかと言われているわけですけれども、そこで韓国は意地でも引きずり下ろしてやろうという、そんな行動に出ているわけです。第二の軍艦島を生み出してはならないとばかりにですね、まあこんなこと言っているわけですけれどもね、ポスターを作ってネットでばらまき始めた、まあいつもの行動であります。文言はこのような文言が書いてあるということです。日本の佐渡の鉱山の世界遺産登録に反対します。日本が世界遺産制度を利用して強制労働の過去を消去するのを止めてください。世界平和と親善の象徴であるユネスコがこの鉱山を世界文化遺産に挙げれば、日本侵略戦争を擁護するメッセージを全世界に与えることになるので防いでほしいというね、こんなことをイケシャーシャーと言っているわけですけれども、軍艦島についても日本の展示説明が不十分ということで、ユネスコ委員会が日本に対して強い遺憾の決議を採択しましたよね。完全に韓国の思惑通りにことが進んでいるということでありますけれども、来年の12月までに日本はちゃんとね、韓国さんが主張する部分を改善しましたと報告して、それが2023年の2月に再審査されるということであります。要するに軍艦島で日本が当時の朝鮮半島からの強制連行で労働を強いていたよということをちゃんとね、明確に展示説明しろと、こういうことであります。軍艦島もそうでありますけれども、今回の佐渡の金山でも彼らはこれ約1200人が強制動員されたと世界中に今吹聴している最中であります。日本がわざわざ当時の朝鮮人を捕まえてきて、ましてやあの大東亜戦争を挟んだ時期にですね、日本がそんな行動を取るはずもありませんし、仮にやろうとしたところでそんな大人数の人間の移送作業など、これ一体どうやってやったというのでしょうかね、あの大変な時期にです。具体的な証拠や嘘偽りのない証言はね、これ韓国側として持っているのでしょうか。アメリカも今現在抜けている状態でありますけれどもね、ユネスコある部分中国の天下であります。その下にくっついて今ね、日本バッシングで韓国が言いたい放題やり放題ということではないでしょうか。南京にしても記憶遺産にこれ登録してしまいました。そんなユネスコであります。軍艦島も日本が強制労働を自ら説明せよと遺憾決議、これ全会一致ですからね、採択されたということであります。昨年令和2年の日本のユネスコ分担金は32億円、こんなに払っておりますね。南京の時も結局最後は何もできずにね、一旦止めたんですけれどもね、ただやっぱりまあスッとこう払ってしまったと、こういう経緯であります。日本にとって本当にこれね、必要な団体機関なんでしょうか。ユネスコすなわち世界の教育科学文化機関ということらしいですけれども、本当にそんな使命を果たしているのかどうか、まあ甚だね、日本にとっては疑問だと思います。そのユネスコ憲章全文にはですね、こんなことが文言がね書いてあります。戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならないと、
こんなことがね、毎文に書いてあるわけですけども、これを利用して日本をね、政治的に未だに戦争加害者に仕立てようとする、そのどこにですね、心の平和のゆとりがあるというのでしょうかね。全くおかしい、そんなね、状況だと思います。これより前の動画でも、韓国では大卒で就職にあぶれたのがどっと日本へ就活に押し寄せるぞと、そんな話題も取り上げましたけれども、日本はもういい加減にしませんとね、これ懲りて、ちゃんとね、ちゃんと懲りて反省しませんとと思います。先の大東亜戦争が終わって、日本が日韓併合から撤収したのは何年前でしょうかね。その当時のですね、韓国は恩も忘れて、未だに強制労働だと嘘を並べ立てる。それと同じことで、今ね、もうこうして就職なんだかなんだか分かりませんけれども、韓国コロナが明けてどっともしね、押し寄せてくるとなれば、あとこの先数十年も経てば全く同じことがね、起こると、必ずや起こるとね、私は思っております。日本に騙されて就職したはいいけれども、日本に着いたらね、労働条件が全然違った、虚偽があったとかですね、あるいは不当な扱いを受けた、差別された、賃金がね、未払いだと、こんなことをね、ずら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 言い出すんだと思います。その処理に当たらなければならないのは、私たちの子や孫、ひ孫たちであります。想像しただけでもね、これ本当にかわいそうなことであります。ですから、何としてもそういうことは今ね、私たちの手で食い止めなければならないと、私はね、断じてこのように思うわけです。はい、ということで、続きまして、今回ご紹介するタイ人の声でありますが、世界では未だにこんな声があるということを思い知らされる、そんなスレッドからね、ご紹介したいと思います。まずは投稿主、中国と韓国が日本を根深く嫌っている理由は何でしょう。ヨーロッパやユダヤ人はもうドイツをそれほど憎んでいないように見えますが、日本も中国や韓国を占領しましたが、ドイツの犠牲者は何百万にも及びますよね、ということであります。まあ、そもそもがですね、日本とドイツを横並びに比べられるのも困るんですけれどもね、ただ横並びに比べられてしまっているのがおかしいのではないかというのが、この投稿主のね、意見でもあると思います。ですからね、ドイツなんか何百万人も犠牲者を出しているよと、この人はね、このように言っているわけです。これにどんな声が上がったのか、まず1人目、ドイツはヨーロッパで未だに憎まれていると聞きますよ、数十国側の国からさえ。しかし現代は互いに生きるために経済協力で一つになろうとしています。その方が新たな世代の子どもたちにとっても良いのではないでしょうか、というね、こういう意見ですね。それから、日本は第二次大戦で中国と韓国を侵略し、残忍非道な行為を行った、半世紀以上経った今でもこれは国家間の根深く残る恨みです。日本から公式の謝罪を受けるまで続くでしょう、とこんなことを言っておりますけれどもね、確かにこのように理解しているタイ人もいなくはないと思いますけれども、この言い方ですよ、今のコメント、まるでなんだか当事者のようなね、言い回しであります。こんな言い方をするタイ人が本当にね、いっぱいたくさんいるのだろうかと、私はね、非常に甚だ疑問であります。ですから、要は今の人ね、誰かなということでありますけれども、おそらくピンときた人だと思います。次にね、これに対して返信があります。状況判断として必要なのは、その時その場所にどれほどの人数の中国人がいたと思いますか、対する日本兵はどの程度の数だったと思いますか、日本がそんな非道な行為に及んだにもかかわらず、中国人は何の抵抗もせず、ただ黙って彼らにやりたい放題やられていたというのですか、ということですよね。まあ、圧倒的な、ね、数ですからね、向こう中国ですからね、あの当時だってそこそこね、それなりの人数はいたと思います。かたやね、日本はあちらに、まあ、要は出張に行っていたと、こういう状況ですからね、まあ、人数の差とあるや、まあ、圧倒的な差があったはずであります。ただですね、今の人に反論もあります。あなたがその立場だったとして、本当にそんな反撃行動に出られたと思いますか、というね、こんな意見もありますけれども、それからまた反論ですね、南京の本をよく読んでからコメントしてください、ということでね、南京の本なんか読んだってね、あんなところに本当のことなんか書いてないはずなんですけれどもね。
それから中国や韓国は非常に国家主義で、いまだに日本を悪役として見ていますが、若い世代はそれほどでもなくなりつつあります。日本は被爆し敗戦しましたが、高い規律を持つ国民性で、あっという間に経済技術発展を遂げました。その影響力は世界に及んでいます。どの国も切り離して考えることはできません、とこういう意見でありますね。それからもう一人、いろんな西洋人の話を聞くと、ユダヤもドイツに対してもいろんな感情を未だ持たれていることが分かりますよ、ということであります。まあ要はですね、大東亜戦争、第二次世界大戦の当時にですね、どちら側に対してもね、お互いにいろんな感情は持っているのではないかというのがこの人の意見でありますよね。それからドイツの首相は毎年の記念日にヨーロッパに向かって謝罪をしています。しかし日本はどこにも謝罪したことはありません。安倍晋三は第二次大戦に亡くなった日本兵を日本の未来のために尽くした英雄と称えています。全く理解できません、とこんなことも言っておりますけれどもね、これも一体どんな思想の人間なのかとちょっと疑いますけれどもね、大臣がこんなことをわざわざ言う必要があるんでしょうかね。ちょっと不思議でありますけれども、まあ、こんな投稿がね、タイ語で上がっていたということであります。これまでかなりな量の大臣の私はね、声を、まあ、今でもそうですけれども日々見ているわけですけれども、日本人が自分の国の神社へ行って祖先に手を合わせることのどこに文句があるのかと、ほとんどの大臣はね、そのように言っているわけです。そういった声は実際生で大臣から私がね、直接聞いたこともあると、こういうことであります。はい、それからもう一人ですね、人種それぞれに DNA も違いますからね、希望を持って明るく未来を考える国もあれば、過去に執着し未だに怒りを持ち続ける国もある、たったそれだけの違いだと私は思います、と、こういうね、最後の人のコメントでありました。はい、ということで今回も最後までご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、ベルマークのクリック、もしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。まあ今回のね、大臣の声、中には相当怪しい人間のコメントも混じっているように思えますが、やっぱり一番問題なのは日本自身ではないでしょうかね。日本は未だに謝罪していないなんていうコメントもありましたが、あれは間違いなくあちら側の人間が紛れ込んで言っているんだと思います。日本政府はこれまで変に謝ったり、いらぬ談話をね、未だにね、残しているということもある、これが事実でありますからね。しかしそこでね、日本人としても非常に難しいのが、もうちゃんと謝ってるでしょというのもね、おかしな話ですしね。本来ドイツと横並びにされるような悪いことをした覚えはないわけですからね。日本はちゃんと謝ったじゃないというのもね、変な話なわけです。事実に反することをね、何謝ってんだということにね、なってしまいますからね。日本政府、従来通りのやり方だけを続けていても、この先は私は決してね、日本の名誉をこれから回復するということはできないのではないかなと思っておるんですけれどもね、今回の佐渡の金山、そして来年が期日の軍艦島、日本政府は本当にこの後どのように対応していくのでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。